Anywhere Out of the World ボードレール富永太郎役人生は一つの病院であるそこにいる患者はみんな信頼を変えようと夢中になっているある者はどうせ苦しむにしても せめて暖炉のそばでと思っている。またあるものは、窓際へ行けば、きっと良くなると信じている。私はどこか、他のところへ行ったら、いつも幸福でいられそうな気がする。この転居の問題こそ、私が年中自分の魂と話し合っている、問題の一つなのである。ねえ。 私の魂さん。かわいそうな、かじかんだ魂さん。リスボンに住んだらどうだと思うねあそこはきっと暖かいから、お前はトカゲ見たいように元気になるよ。あの町は海岸で、家は大理石造りだそうだ。それから、あの町の人は植物が大嫌いで、木はみんな引き抜いてしまうそうだ。 あそこへ行けば、お前のお好みの景色があるよ。光と鉱物で出来上がった景色だ。それが映る水もあるしね。私の魂は答えない。お前は活動しているものを見ながら、静かにしているのが好きなんだから、オランダへ。あの幸福な国へ行って、 すまうとは思わないかい画道にある絵で見てよく褒めていたあの国へ行ったらきっと気が晴れ晴れするよ。ロッテルダムはどうだね何しろお前はマストの林と家の際にもやってある船が大好きなんだから。私の魂はやっぱり黙っている。 バタビアの方がもっと気に入るかもしれない。その上あそこには熱帯の美と結婚したヨーロッパの美があるよ。一言も言わない。私の魂は死んでいるのだろうか。じゃあお前は患っていなければ面白くないような麻痺状態になってしまったのかい そんなになっているのなら、死にそっくりな国へ逃げて行こう。万事僕が飲み込んでいるよ。かわいそうな魂さん。トルネオ行きの支度をしよう。いや、もっと遠くへ。バルチク海の果てまで行こう。できるなら、人間のいないところまで行こう。北極に住まう。そこでは、太陽の光は、 ただ斜めに地球をかすっていくだけだ。昼と夜との呪い交代が変化をなくしてしまう。そして単調を。虚無のこれの半分を増すのだ。そこでは長いこと闇に浸っていられる。北極光は僕らを楽しませようと思って、時々地獄の花火の反射のように、 バラ色の花束を送ってくれるだろう。ついに、突然、私の魂は口を切った。そして、賢くもこう叫んだ。どこでもいいわ、この世の他なら。今もそうであった。 私は驚きのあまり気が遠くなってきた。